はい、どうも、タクタクです。切り勝手幻想、やっていきたいと思います。それではですね、まずみんなのところに戻るという、あ、何これ。引き出しの中に、重圧な衣装の手紙を、手鏡を見つけた、装飾ね、しかも、衣装と、手鏡。手鏡。綺麗に磨かれ、何やら装飾を施された手鏡。じゃな霊を退ける力があるらしい。どうしてそう思うのかね。まあ、いや、行こう。ん?イベントだ。戻ってる最中かな。ん?向こうにマヤと春菜がいるな。ちょっと行ってみるか。どうした?ミスヤ。先行くぜ。後ろ。え?これだ。あれじゃ、あいつじゃん。何枚だっけ。どうするか。そうについていくか。今のやつを追いかけるか。マジ分岐じゃん。分岐来たな。こっちだ。追いかけよう。どこ行ったんだろう。ここかな。いない。ないね。清めの方かな。牢屋にもいない。あ、イベント。え、死体が動いてる。なんでこんなとこに高木の死体が。まさか、マジで高木まで霊になって。おいおい、なんだよ。クソ、急いで戻らないと。戻るの今度。戻るわ。こっちじゃなかったかな。まあセーブしたからね、なんとかなるとは思うんだけどね。本当に。嘘だろ。どうしてこんなことに。なんだと、あれなんじゃ。うわー、出られん。その時扉は開放されていた。俺はすぐさま外へと飛び出した。外はなぜかすでに朝日が昇り始めていて、今まで起きていた恐ろしい出来事の数々がまるで嘘のようだった。終わり。切り家庭の中からはその日のうちに6つの遺体が発見された。バッドエンド中のバッドエンド。俺の友人たちは一人残らず死んでしまった、あの怪異によって。事件は山口、高木だっけこと。ああ、待って。それが最も妥当だということになったのだろう。うん。だが、真実はそんなものではないのだ。あの館の中で7日を超えた恐るべき惨劇が起きていたのだから。バッドエンドや。バッドエンド中のバッドエンド。これが、これ主人公が犯人にされちゃったっていうエンドでいいんですよね。きっといいんですよね。悲しいね。悲しい聞くはないけど、まあまあ、ありがちなバッドエンドといえばそれまでなのかもしれませんけども、皆殺しね。あ、なんて、これ、待って。今何?エンド5、未解決。まあ、本当に全滅ってのが一番のバッドエンドですからね。これ、今、まあ、もう死んじゃってる人は救えないけど、残りの、5人か。ん ?1、2、3、4、5、6。6人。うん。残りの生きてる6人をなんとか、一人も欠かさず、生存させるという選択をするには、こっちにやはり行くということですな。ここな、この後何が起きるかという、やっと来たか、三ツ矢。ああ。ところで二人はどうして出歩いてたんだ。それなんだけどね。どうも高木くんは誰かに殺されたかもしれないのよ。なんだか死体の状況が霊に殺されたというより、普通に
人間に殺されたっていう感じがするから、だから何か証拠がないかなと私たちで近辺を調べてみたわけ。でも全員死んだんでしょ、バットエッドは。正直そんなこと言われるとまだレイが殺したっていうのが、事実な方が救われる気はするんだが、うん、高木が死んでたすぐそば、つまりここに剣が落ちてたこともあるし、それにあいつはでだな、俺がたった今ルミさんを成仏させてきたって報告したわけだが、そうすると人殺しに罰をって言った例はもしかしたら高木自身だったんじゃないかって可能性が浮かんできたんだよ。自分を殺した犯人に復讐したくて俺たちに向けてメッセージを送ったのかな、かってな。3人とも実はさっきその例を見たと思う。それで高木くんのこと？ああ。ということはやっぱり高木も例になってるってこと？可能性は高いな。そんな、どうしよう。ああ、飛ばしちゃった。あるな。今そんなこと気にするより、これからどうするかを考えようぜ。この屋敷を支配しているのはどうやらルミさんじゃないって分かったところだしな。あ、そうだったな。マヤ、春菜、桐岡、夏の、知ってるよな。もちろん知ってるけど。ルミさんに聞いたんだが、実はその子がこの空間を作り出しているかもしれないんだ。あまり詳しい事情は聞けずじまいだったかな。ナスノちゃんがこの空間をだって？まさか実験に使われた恨みとかで？いや、どうやら実験なんか行われちゃいなかったみたいだがよ。とにかくそのナスノちゃんは昔ここで死んじまって、今悪霊になって俺たちを閉じ込めてるみたいなんだよ。高木の怨念に呼応したのかもしれない。そして殺人者候補の俺たちを高木と一緒になって閉じ込めているのかも。だから俺たちが外に出られるとすれば、それは高木や夏野ちゃんを成仏させてやる他にないはずだ。彼女の死体が一体どこにあるのか、それを突き止めて浄化してやればいいんだが。あ、そう、来てるよ。あ、誰かがキャー。あの声、サツキだ。くそ、今ユリカが襲われたら。あ、足くじいてるから。お、あ、みんな、何かが部屋の中に。なんだって？ゆりかちゃん！え、ドンって言ったけど今。え？ちょっと待って、これ。嘘だろ、こんなことって。ゆりか？ゆりか死亡。さつき、どうして逃げたんだよ。え、さつき怪しくない？こうなると。お前がついてくれれば、ゆりかは。助かったかもしれねえのに。ごめんなさい。さつきちょっと怪しいぞ、これは。展開的に。本当にごめんなさい。私。そうし。まあ、幽霊説もあるけど、まだ。わかってる。そんなことできるわけないのはわかってるんだ。だけど、やりきれないんだ。そうじゃ、特に。どうにかゆりかを救えなかったのかって、そんなことしか考えられないんだ。どうして、ゆりかが。どうして。ごめんなさい、宗志くん。いくらか落ち着いた悪かったな。やっぱり玄関扉は開かなかったし、これからどうするか考えないといけないだろう。高木を殺した犯人がいるってんなら、そいつを見つけることにしてみようか。そうしないと多分ここから出られないだろうからな。そうなのかな。少なくとも今分かってることから考えると、それくらいしかやることがないしね。ダメならまたこうやって次にすべきことを話し合わないといけないよ。ああ、そういうことだな。ルミさんを解放しても状況は良くなってないんだ。俺たちのやることがどんな結果になるか、それは全くわからない。でも立ち止まってただ殺されるのを待ってはいられないだろ。できることをしなきゃいけねえ。せめて俺たちだけでも生きて帰るためによ。そうだな。もう一度廷内を探索しようと思うが、そうだな、今度も俺とミツヤで行くことにするよ。マヤ、春菜、サツキ、いいか、もう絶対に離れるんじゃねえぞ。宗師は怪しくないよね、一緒にいたわけだから、比較的。誰か一人が取り残されるようなことはあっちゃならないんだからよ。この中に犯人いるんでしょ？わかった。勝手な行動は慎むことにする。そうね、二人のいい報告をみんなで待つことにするわ。ルミさんを成仏させられたんだし、次だってうまくやれるわよね、二人なら。おう、任せといてくれ。うん。このね、実際に起きている殺人と霊による殺人みたいな、この状況、どう
したらいいんだ俺は。推理とかするゲームなのこれ。ちょっと思い当たることがあるんだ。ゆりかの部屋に行ってみてくれないか。ああ、わかったよ。なるほど。ちょっとまあ、みんなの話を聞きながら。ゆりかちゃんのことはごめん。宗師まで大事な人を失わせてしまいなんて、本当に。さつきちゃんと春菜ちゃんは絶対僕が守る。だから二人は頑張ってきて。ゆりかのことが好きだったわけですよね。二人ともよろしくお願いするわ。うん。ごめんなさい。さつきも怪しんでるからな、俺は。で、こっちのマヤちゃんパイちょっと見てみましょう。白が。ゆりかのね。ん？ちょっと見ていいですか？うん。岡西さつき。月、白、あれ？ゆりか。あれ？こうなんゆりか。あれ？南になるはずなのでは違う。え？なんで白？わからん。なんだ？この違和感は。あれ？ちょっと俺おかしいこと言ってる。なんか違和感ないですか？南になるはずなんじゃないの？この俺の思ってた麻雀牌のね、理屈なら。ちょっと見てみよう。すでに絶命している。気になることがあるからここ行ってみろみたいなこと言ってなかった。あれ？違った。隣行ってみていい？違う。おかしいな。何も起きないね。あれ？ちょっと地図見てみるか。あ、奥にもあるのか。ちょっと奥行ってみましょう。こっちから行けるの？トゥ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 ゆりか。あ、なんかある。ゆりかの兄、うん、愛月正面に気をつけてたから。何か書かれてるのかな。わからないが、ちょっと高木のことで気になることがあるんだ。うん。さっきさつきちゃんと高木くんが言い争っているのを盗み聞きしてしまった。確かに。あまり大きい声でさつきちゃんが怒ってるから気になってしまったのだ。だけどそれがまさか私に関わることだったなんて、ショックで三谷くんが見ている。ことにも気づかなかった。力本といえば私のお母さんに大怪我を負わせた少年のことだ。捕まってからの消息は知らないけれど、できることなら少年院から出てきてほしくない。私はそう思っていた。でもさつきちゃんは彼のことを確かに力本と言ったのだ。非難するような口ぶりで。じゃあつまり彼は力本ってことなのだろうか。私の母親を二度と歩けなくさせたあの力本達磨初マジャバイの初だというのだろうか。やっぱりか。うすうすそうなんじゃないかと思ってたんだ。知ってたのか。ああ、まああの事件のことは俺も気にかかってたからな。ゆりかの母親が11歳という若さの子供に切りつけられ、車椅子生活を余儀なくされた事件。逮捕された力本初馬は金持ち一家の一人子でわがままに育った挙句、あんな事件を起こしたんだ。何でも親と喧嘩して包丁を手に家を飛び出し、偶然視界に入った女性にいきなり切りかかったんだと。それがゆりかの母親だったんだと。うん。そんな力本は少年院に入れられてから親から見捨てられ、一人孤独に院内生活を送っていたらしい。意外にも経験は短かったんだが、そこから出て身を寄せるところはなかったみたいだ。すっかり反省しきったのか、あるいは絶望しきったのか、とにかく昔の傲慢さなんかまるで見られなくなったその時、力本を引き取りたいという男が現れたそうだ。名前は山口雄一と言った。山口ね。そう、そうしてあいつは力本初馬から山口、高木になったんだろうな。なるほど。引き取り手の名前しか、あ、ちょっと名前を俺、前回間違ってた。わからなかったから、俺は高木がその山口雄一に引き取られた力本かという確証はなかった。山口なんて名前珍しくもないしな、確かに。だからほんの少しの疑いくらいでしかなか
ったんだから、なかったんだが、その疑いは当たってたわけだ。当たってほしくない疑いだったんだろうけどな。高木が身近な人に大怪我を負わせた犯人だってことは、ああまあな。でもこれで一つ分かったことがある。高木が殺される動機っていうのはあったわけだ。ゆりかちゃんの母親に怪我を負わせたことへの復讐。そんなところか。そうだ。でもそれだと一番怪しいのはゆりかちゃんなんじゃないか。そのゆりかちゃんは殺されちまったし。確かに。そこのところは分からねえが、ゆりかが高木を殺し、その高木が霊になってゆりかを殺し返したということがないとも言い切れない。確かに。何か誰が高木を殺したのかっていう具体的な証拠があればいいんだけど。え、このタイミングで出てくる君。うわ、危ない。そうし、これを手鏡か。これなかったらやばかった。追い払えたのかみたいだな。鏡割れちまったな。やば。とにかく助かったで、サンキュー。いや、効果があるかは半信半疑だったんだけど、聞いてよかった。はは、全くヒヤヒヤしたぜ。しかし、マジで高木のやつが霊になってやがるのか。あ、今そうだったの。さっき死んだ人間すら霊になって襲ってくるなんて恐ろしすぎるぜ。なあ、そうし。確かにそれは恐ろしいけど、死んだ人間が霊になって出てくるなら直接話を聞けるってことじゃないか。お前すごい発想するな。それはまあな。ってことはなんだ？つまりそういうことを言いたいのか。高木が誰に殺されたか。あ、高木の霊を浄化してやれば、あいつから直接死んだ時のことを聞けるかもしれない。推理ではないんですか、このゲームは。今の状態にしとくのもかわいそうだ。どっちにしろ浄化はしてやりたいしさ。いい考えだ。まあそうだな。高木は大事な仲間の一人だったわけだしな。じゃあ、それで決まりってことにしよう。高木の死体は102号室にあったな。早速行って浄化してやろう。了解。なかったんで、ないんだよね。実は、ないんだよ。もうなくなっているんだよって言ったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。結構面白い展開になってきたぞ、これは。どうなってしまうのか、今後が楽しみすぎる。というわけで、また次回よろしくお願いします。それでは、したっけ。